株式会社ポーラは東京都品川区西五丹田のポーラ五丹田ビルに本社を置き、主に婦人用の化粧品の製造販売を行う企業である。グループ全体の売上高は国内化粧品メーカー第4位。1929年に静岡市で創業する。1940年にポーラ化成工業株式会社として法人化した。 戦後の1946年にポーラ化成工業から化粧品販売事業を分離し株式会社ポーラ化粧品本部が設立化粧品の訪問販売事業で飛躍的な躍進を遂げるとともに女性の肌を追求したオーダーメイド化粧品シリーズポーラアペックスでも知られる2006年9月に純粋持ち株会社である株式会社ポーラオルビスホールディングスを設立 翌2007年1月より、同社グループは、持ち株会社制に移行した。その後、同年7月、株式会社ポーラ化粧品本舗は、株式会社ポーラに社名を変更した。近年は訪問販売だけでなく、百貨店の化粧品売り場や、ファッションビルに、ポーラコーナーを設けたり、エステテティックサロンを併設した小型店舗、ポーラザビューティーを展開するなど、 店頭販売にも力を入れている。文化、芸術の分野にも積極的な支援をしており、ポーラ文化研究所や関連財団法人の財団法人、ポーラ美術振興財団によってポーラ美術館などを運営している。1985年には通販部門としてオルビス株式会社を設立し、通販化粧品の分野でも大きく業績を伸ばしている。 1993年には、コンビニエンスストアやスーパーで販売される基礎化粧品、トイレタリー商品部門を扱う子会社、ポーラデイリーコスメを設立している。また、かつては、食品事業の子会社、ポーラフーズも存在したが、現在は、アサヒビールの子会社、アサヒフードヘルスケアに、吸収合併されている。種ヶ島、西の表港に構想してきた日のセレが、 ムービングサロンポーラバス2011年10月より日の自動車製の大型バスセレガの車両を改造し移動型ブティックとして全国各地を巡回するムービングサロンの運用を開始した2012年6月には2台目の車両も導入された2012年より美肌県グランプリを公表している五反田の本社にある社員食堂では美肌 アンチエイジング効果のある食材、レシピを用いたランチが提供されており、社員食堂巡りツアーで取り上げられることがある。2012年4月には、実際に、食堂で提供されたメニューを紹介する、レシピ本、ポーラの美肌食堂が発売された。なし基本情報2021年3月9日、閲覧 AB、株式会社ポーラオルビスホールディングスら移住3期有価。 証券報告書。エディネッツ。2019年5月31日閲覧。ABCDEF 株式会社ポーラ第75期決算広告。ムービングサロンポーラ公式サイトポーラ。ムービングサロンバスのラッピングをリニューアルポーラ公式サイト降水量を多ければ、肌が綺麗に美肌県2位は、石川、3位は、秋田、1位は、 ポーラが全国順位公表2017年11月7日 3K ウエストハットランキングの秘密2017年11月11日閲覧中間商業連結子会社の株式上渡官僚に関するお知らせ株式会社ポーラオルビスホールディングス https://file.swcms.net ススララッッシシュュスラッシュファイルスラッシュ po-holtings スラッシュニューススラッシュニューススラッシュオート20長1812億2545万3881プットファイル PDF2019 年4月10日閲覧株式会社ポーラファルマの株式取得完了のお知らせ サンファーマ株式会社、http コロンスラッシュスラッシュ www.sunpharma.com スラッシュ sites スラッシュデフォルトスラッシュファイルズスラッシュファイルズスラッシュ news019.pdf2019 年4月10日閲覧ポーラ HD の18年12月期、純利益22%減資会社再建を放棄。 日本経済新聞、https, www. 日経 .com アーティクル、ジャックスムズ38205440、バット 8A121C1DTA000、2019年4月13日、閲覧。ポーラオルビスホールディングスに関するカテゴリー。ありがとうございます。